どうも皆さんこんばんは。クラシックギタリストの林翔太郎です。毎日ジメジメとした日が続いておりますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先月は大阪の茨城六間堂さんで、今年もコンサートさせていただきました。あったかいお客さんばかりでね、本当に、あと打ち上げもめちゃめちゃ楽しかったです。もう来年も行けたらいいなと思ってます。そしてつい先週はですね、上北沢小学校の方で、保護者の方々に向けた、講演会をさせていただきまして、でまた8月にもですね、別の学校で今度は子どもたちと音楽を楽しむ企画が上がってまして、それもねすごく楽しみにしております。それからまあ7月の予定なんですけども、7月15日に、熊本の玉名市の方でコンサートさせていただきます。それから7月21日はデュオチスパのね、コンサート今年もありますので、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。その後、2日後なんですけど、広島にも行きます。こちらは、ライブジュークさんでのライブ今年もやらせていただけるということで、7月はですね非常に楽しみにしております。という感じでですね、詳しくはこの動画の概要欄よりぜひチェックしてみてください。さて、今日はですね、なんとこの YouTube ラジオの初回に出演してくれたチェリストの鈴木光也くんがですね、3年ぶりにまた出てくれるということで、今日は、デュオチスパの2人でトークしていきたいなと思っております。それでは今夜も翔太郎 YouTube ラジオよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日のゲストは、チェリストの鈴木光也さんです。こんにちは。こんにちは、鈴木光也です。3年ぶりですね。あ、もうそんな経ちますか。2020年の4月第1回目。そうなんですよ。僕が初めて YouTube ラジオを始めるっていう時にゲストで心よく、はい、引き受けてくださいまして、それからなんと3年経っております。いや、早くないですか。ちょっとこの間にいろいろありましたよね。いろいろありすぎて、世界的にもね、え本当にもう光也くんは最近本屋大賞2位になった作品で、いろいろ活動をね、されてるんですけど、タイトルは安田美桜さん作の、ラブカは静かに弓を持つという小説で、はい、主人公がチェリストの役というかアマチュアなんですけども、チェロを弾く役で、本屋さんで流すプロモーションビデオに出てほしいという。そうですね、YouTube に上がってましたよね。上がってます。まあね、その主人公のとてもイケメンということで、はい、光也くんが抜擢されて僕に白羽の矢が立ったということでそういうことにしておきましょう。はい、はい、お願いします。はい、でこの本のイベントがね、来週かな。それから最近トリオベントゥス、はい、でピアノトリオですごく活躍されておりまして、いろんなとこ行ってますよね。そうですね、今度そのラブカのイベントに出るのも一応僕だけではなくて、そのトリオとしても出演しますし、はい、8月にはリサイタルもあります。リサイタル、はい、どちらであるんですか。代々木上原のムジカーザという会場で。あ、はい、サロンですね。そうです。皆様よかったらぜひぜひぜひ行ってみてください。今回ね、デュオチスパで7月の21日の金曜夜なんですけど、今日ねちょうどリハーサルをこれまでしてまして、まあ今回のコンセプト的なのっていうとそうですね、まあ今回結構初出しの曲が多いよね。そうですよね、まあ南米の曲 と、スペインの曲、そう、ね、を中心にやるかな。アルゼンチン、スペイン、そうですね、そんな感じですよね。そんな感じ。とっても今回は会場の雰囲気がいいので。あ、そうですね、会場は早稲田のスコットホール。そうですね、あそこはあれですよ、米津玄師さん、そうそう、米津さんのレモンでしたっけ。そう、PV で登場してるというね、そういう素敵な会場でやりますので、ぜひ皆さんお越しください。お願いします。はい、今日は僕の方から質問をねちょっといくつかしたいなと思っております。でやっぱりチェロっていう楽器はアンサンブルをやっぱり基本として、はい、やってる楽器だと思うんですけど、アンサンブルするときにこう気をつけてることとか、こういう意識は持ってるみたいなのがあったらぜひ教えていただきたい。興味ある方いっぱいいると思うんですけど。そうですね、アンサンブルってやっぱり
自分が弾いてるパートとそれから相手が弾いてるパートが当然存在するわけで、自分のその弾いてることに集中してしまうと相手が見えなくなってしまったりとか、その、音が聞こえなくなっちゃったりすると、アンサンブルができなくなっちゃうので、その相手がどう来るのかを予想することと、思いやり思いやりと尊敬ってよく僕が結構ね弦楽四重奏とかもやってるので、常日頃その尊敬と思いやりみたいなことは常に心がけながら、自分のやりたいことと相手のやりたいことを両立するっていうのかな、うまくこうすり合わせるというか、やっぱコミュニケーション的な感じなんですかね。そうだね、とにかく耳が開くことがすごい難しくて、重要で、耳が開く、なんていうのかな、聞いてる自分が弾いているパートを完璧にこなしつつ、相手が弾いてるパートをもう聞かなきゃいけないからね、当然これがアンサンブルの楽しいところと難しいところですよね、多分。なるほどね。一番やっててこういう編成は難しいっていうのありますか？編成か、ギターとやるの難しいですか？やっぱギターとやるのはねそうね、難しいかも。難しいよね。まず調弦の仕方がさ違うじゃない。ギターは平均率で調弦してるよね。フレットがあるからね。そうだからピアノと弾く感覚とちょっと似ているんだけど、ピアノと弾く時よりもさらに、なんていうのかな、音程のズレみたいなのが感じる、どういう風にそこを合わせていこうかなっていうのが一つ難しいのと、 あと発音のスピードがギターって速いよね。そうね、弾いた瞬間が一番、発言楽器って言えるの、なんていうかな、発言楽器よね。指で弾いた瞬間に音が出るのと、チェロの場合は弓でこう弦をこすって音が出るから、なんかやっぱりこう南米の曲とかってすごいリズムが複雑じゃない、確かに日本人にはないこうリズム感、そういう時にやっぱりすごい頑張らないとギターには遅れを取っちゃうっていう感覚がすごいあるから、そういうとこが難しいなと感じますね。そうか、それを合わせてくれてたんですね。いやいやいや翔太郎はね、いつもすごいよく聞いてくれて、チェロはね本当好きな楽器、ギターやってなかったらチェロやりたいっていうぐらい好きなんで、いいなっていつも、人間の声に一番近いからね。わかりました。じゃあこれはこんな感じでいいかな。なんかあと喋っときたいこととかなんかアンサンブルについても、その自分がやってる曲を、いろいろね今聴けるツールがあるじゃない、 Spotify だったり Apple Music だったり CD でもレコードでも、すごいいろんな録音を聴いてみるっていうのも一つ手だよね。なんかこの人たちはこういう歌い方をしてるんだなとかっていう、だんだんやっぱり体にもう無意識のうちに入ってくると、アンサンブルしてても聞こえなかった声部が突然聞こえてきたりっていう瞬間があると思うんだけど、自分がやってる曲を繰り返し繰り返し聞くとかっていうのはすごい、僕はいい方法かなと思います。要するに自分のパートだけじゃなくて、相手のパートもなんか覚えちゃうみたいな感じ。なるほどね、確かにそれは重要な気がしますね。そうね、次の質問というかあれなんですけど、クラシック音楽の魅力はどういうところに魅力を感じておりますか？魅力か、そのね、昔からその受け継がれてきた曲を自分がどういう風に弾くかによってそれは全く違う作品になるっていうのが、クラシックの魅力だと思う。自分なりの解釈でってことだよね。それって一見してはなかなかね分からないかもしれないけど、初めてクラシック音楽を聴いた時なんかは比べる材料はないけど、でもなんか前なんか小泉元首相が、なんかクラシック音楽っていうのは一回聴いただけではその魅力っていうのは分かんないんだけど、何回も何回も聴いているうちにそのなんか聞こえ方が全然変わってきて、そのクラシック音楽の魅力っていうのがもうなんか3回4回聴いて初めて分かるようになる。でもその感覚ねすごい分かる。昔それこそギターに夢中になったきっかけはおはぎやすじさんなんだけど、
大萩さんの CD をね、最初シエロっていうやつがあって、それね最初聞いた時に、ね、もう全然分かんなかった。あ、でも今聞いたらあれはすごい分かりやすい CD なんだけど、うん、なんかねめちゃくちゃ何回も聞いてたらあるよ、ね、もうね離れらんなくなって、めちゃくちゃ面白いやみたいな。てか僕なんか、うん、今でもその自分がやる曲でさえ、うん、最初にこう練習してる時はもうなんか全然魅力が分かんなかったりするんだけど何回も練習してるうちにすごいいい曲だなって、いや本当そうだね、なっていくんだよね。あるある。でなんか弾いてる側としてはその自分の気持ちが相手に伝わったらいいなっていう喜びを持ってすごい弾いてるから、あ、なんかね それを感じ取ってもらえたらすごい嬉しいなっていう感じ。そうだよね、嬉しいよね。コンサートまあ普通に聞いて楽しいと思うんだけど、多分その楽器をやってると楽しさが何十倍にもなる気がするよ ね。やっぱり自分もその楽器やってるみたいなのがあると前のめりで聞くよ ね。そうね、難しいポイントとか、うん、どうやって弾いてんのかなとか見るよね。そう、あ間違えたとかね嫌な曲だけどさすごい思うね、うん、そうね。だから何回も聞いてみてくださいとか言っていやでも本当にやっぱり難しい曲は多いからね実際に。そうね、うん、まあ、そういうものの方が味が深かったりしますから、なかなか一回ハマると飽きが来ないですね。そうそう、うん、まあ、そんな感じで、まあ、クラシックの魅力って、うん、まあ、一言で言うのは難しいけど、うん、やっぱりこう自分で表現する楽しさとか、まあ、いろんな人によって解釈が違うし、うん、ね、いろいろな可能性がやっぱり秘めてるっていうことで、そうです、うん、面白いですよね、うん、なんか他にこうこの曲おすすめみたいなのがあったら。もうそれちょっとありすぎてありすぎるよね。そうだよね、どんなに取り掛かればいいか分かんないよね。でも、うん、まあチェロで言ったらもう、うん、やっぱりチェリストのバイブルと言われてるのはバッハの無伴奏チェロ曲です。あ、やっぱりそっか、うん、いやギターでもねあれやるんだ、ね、あ、そうだよね、うんうん、めっちゃ難しいんだよあれ。いやそりゃそうだよね調整を変えてやったりしてるよね。そう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 。まあなんかね、ジョイス・バッハのあの、まあなんていうの、無伴奏チェロ組曲、大体皆さん第1番のプレリュード、うん、それしらしれしれそれしらしれしれってやつ、ね、あれがもうバッハの無伴奏チェロ組曲、うん、プレリュード、それ、まあ、それ知らない人はいないよね、うん、でもそれだけだと思っている方多いと思うんですけど、ああそうかも。そう、実はあれ組曲なので、そう、6番まであってプレリュードっていうのは6曲あるんですよね、うん、だからプレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、まあ、メヌエットだったりガモットだったりで最後にジーグっていう、うん、まあ、7曲が一つの組曲で、それがかける6個あるっていう、結構膨大ですよね。膨大な量でもね、もう本当に宇宙のような曲なので、もう宇宙です、うん、あれはね、一人で奏でる宇宙、一人で奏でる宇宙、うん、チェロのそのソロの曲って他にもいっぱいあるもんだ。ね、うん、いっぱいってまではいかないけど、まあ人生でなんていうの、弾き切れるぐらいの数しかないと思うけど、でもそれこそ20世紀以降に書かれた無伴奏の曲って結構いっぱいあるから、あ、現在進行形で増えてはいるので、そういう意味じゃ結構いっぱいあるとは思う、うん、この間も僕あの三好明先生の無伴奏チェロ曲、うんうん、C6H っていう曲をやったんだけど、うん、これ実はまだ出版されてなくて、うん、今度ついに出版されるんだけど、70年代に書かれた曲なんだけど、うん、ものすごい名曲で、なのに今まで出版されてなくて、この間とある機会に演奏をする機会があって、うん、三好先生の奥様は、うん、そう聞いてくださって、お褒めの言葉をいただきました。お褒めの言葉、はい、よかったですね、うん、もうね、いつかね無伴奏チェロリサイタルをするときぜひプログラムに入れたいななんて。ああ、ちょっと聞いてみたい、ね、結構今から考えたりするのが楽しいぐらい、うん、そのソロリサイタルはいつ頃、いやいつやりましょうかね、これでもう宣言して
あいつ言ったよなみたいな。ちょっとな先の予定がな。いやそうね、でも2年以内にはやりたい、ね、お皆さん聞きましたか、2年以内に荒野くんがソロでやるそうです。本当にもうチェロの無伴奏曲名曲が多いんで、うん、まあ今クラシックのおすすめの曲聞いたんだっけ、あれ何喋ったか分かんなくなっちゃってきちゃったけど、逆に最近聴いてる曲とかってあるんですか、そのジャンル関係なく。最近聴いてる曲、うん、もう、いや実はねこれもちょっと宣伝っぽくなっちゃいますけど、うん、6月27日に東京オペラシティのリサイタルホールで、うん、僕がやってる弦楽四重奏団のエウレカカルテットっていうんですけど、はいはいはい、そのコンサートがありまして、でルートヴァン・ベートーヴェンの弦楽四重奏曲、うん、全部で16曲あるんですけど、うん、全部やろうっていう、まあ、何回かに分けてね、もちろん壮大なプロジェクトが進行中で、今度、第3回目になるんですけど、おそうで今だからベートーヴェンの弦楽四重奏曲めっちゃ聴いてるかな。なるほどね。ポップスとか聴かない？ポップスはね聴くけど、うん、もうなんかプレイリストでこう Spotify とかのプレイリストになってるやつをこう流して聴いたりしちゃうから。あ、なるほどね。そういう誰が誰の曲なのか分かるやつももちろんあるけどね、うん、いやでも最近本当音楽の聴き方めちゃくちゃ変わってるよね。そうなんだよね。アルバムというよりは自分が好きそうなものが集まってるプレイリストみたいな。でも洋楽が多いですね、僕は。あ、洋楽、うん、ホーズィアとか知ってる、まあ、ホーズィアとか知ってる、ホーズィア、うん、何それ知らない知らない結構有名だけど。あ、そうなんだ、うん、普段あんまり聞かないからな曲。翔太郎は逆に何聞く？いや聞かないね、あんまり。あ、そう、うん、クラシックとかも聞かない？なんか自分が演奏に関係するものしか聞かないかな。あ、うん、よくないね。まあでも僕もあんま変わんないけどね、うん、そんなもんだよね。そんなもんです、うん、CD とかもほとんど持ってないし今。そうね、 CD だって最近さ CD プレイヤーがうちにないって人めっちゃいるもんね確かにうちにないや。あ、ないのCD あるのに CD プレイヤーない。 CD プレイヤーないよね。パソコンにつないでみたいな感じになっちゃう。その辺どうなるんだろうね今後ね。やっぱ音楽売れない時代になってきてるよね、うん、完全にね。名刺として CD を作るみたいな感じ。そうだよね、一応なんかこういうのは出してますみたいな、うん、音楽家のまあ問題というか、うん、切実なね課題というかね、まあ、生で聴けるのが一番楽しいと思う。そうね、やっぱ生一番だよね。そう、うん、なんかね、チスパのコンサートは楽しいですしね。そうね、概要欄に貼っ付けてますのでね、すぐチケット買えるようにで、荒野くんの、コンサートも全部貼っ付けておきますので。 ありがとうございます。よかったらぜひよろしくお願いします。お願いします。ちょっとこのあたりで1曲弾きますか？お、やりますか？やってもらってもいいですか？はい、もちろんです。ちょっとね、そんなに我々いいマイクを今セットしてるわけでもなくで、僕のギターの弦がだいぶ下手っているのと。ギターの弦ってどれぐらいにいっぺん変えるの？ね、下の低音弦はもう1日使ったらもう下手っちゃうね。はい、うん、マジだ。コスパ、あ、でも1本ずつはね安いけどね、300円とかだから、うん、へえ、でも大変だね。そうそうそう、それもうコンサートがあるたんびに変えてる。へえ。チェロは？チェロは低弦は半年にいっぺんとかかな、ここは。マジで？でもまあ1本がね1万6000円とかしちゃうので。ああ、そうね、そう。それだったらまああれか、うん。上の2本は3ヶ月に1遍とかかな。うん。まあどっちもどっちですね。うん、じゃあちょっと1曲いいですか、はい、急にお願いして。はい、この曲今日まだリハーサルこれからね。そうね。やる予定なんで、ね。やらなきゃいけない。よし、じゃあちょっと。やりますか。チューニング。はい。はい、それじゃあジスモンチの
水とワインを、はい、今演奏したいと思います。じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい。いかがだったでしょうか。ジスモンチの水とワインをお送りしました。いい曲ですね。これもね、いい曲ですよね。あの本番これ演奏する予定なので、ぜひちょっと金曜日の夜は来にくいかもしれないですけど、あの来れそうな方はぜひ。会場の雰囲気も、うん、演奏もトークも盛りだくさんで盛りだくさんで最高の状態でお届けしたいと思いますので、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。今日晩ご飯どうする食べていく。練習する？いや、ご飯食った後に練習しようかな。そうか、うん、という感じで皆さん、あの会場でお待ちしております。お待ちしてます。本日のゲストは、チェリストの鈴木光也君に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。また次は何年後？そんなにかかんない3年長いな。3年に一遍しか登場できない。3年なんかオリンピックみたいなまあまあ近々また出てくれるかな、ね、はい、いいと思う。じゃあねまたねありがとうございました。はい、ありがとうございました。さよなら。さよなら。